これだけで補足動画で出すと思いますけどね、久屋大通駅ってね、あっちから乗るとね、一つギミックがあってね、なんとあのエスカレーターがねないんですよね。あのそこにエスカレーターあるんですけどね、あの下に桜通り線のホームがあって、上に鶴舞線の名城線のホームがあるんですけどね、桜通り線のホームからはずーっと直通してるねエスカレーターが上下ともにあるわけなんですけど、なんとねこの駅から乗ろうと思うとねエスカレーターがないというですね、まあまあねなかなかねやらしい構造なんですよ。あれだけ止めてねこっからも乗れるようにすればね、うちらだって乗れるのにねまあまあ今言っても仕方ないですけど、あの名古屋駅なんかはそういう構造のところありますよね、途中で止まってで合流できるところがあって、あそここそファッションモールね、ファッションマンって全然ね人の通らんところですけどね、いやいやいや、それだけです。